皆さんは最後に夜空を見上げたのがいつだったか覚えていますか？目の前に見えているのは今日の夜9時。ちょうど今、皆さんの頭上に広がっている星空です。南の夜空の頭上に小さな四角形の星の並びをしているのが子馬座です。皆さんの頭上、天頂から皆さんの拳3個ぐらい南西側に見えています。88星座の中で南十字星の次に小さい星座です。比較的昔からある星座ですが、誰が設定したのか不明で、神話もどれが元かがわからない星座です。今日ご紹介した星座をはじめ、様々な星たちに出会える星空の世界。今日はどんな星たちと出会えるのでしょうか。オンラインプラネタリウム、始まります。